ゃあ薬学部行ってみたいと思います。本日の長文はこちら。段落は7つで、設問は全部で15問あるんですね。で、設問形式はこういう感じでございます。大きく3つ、空小銃と内容1、そして下線部説明でございます。で、さすがに15問全部やってるとですね、視聴時間がかなり長くなってしまってですね、まあ、皆さん見ていただけないので。でさ、内容1問題は他の大学とか他の学部、ここでも扱っておりますので、今日の薬学部ならではということで、空小銃問題と下線部説明。このオレンジのところが空小銃問題でございます。そしてこの青いところが下線部説明ですからね。これでいけば全部で11問。これぐらいなら頑張って視聴していただけるかと思いますので、空小銃と下線部説明、これを中心に頑張りましょう。サミさん、第一段落前半でございます。設問が絡むのはこの辺りからですからね。ですので、ひとまず一読をお願いいたします。サミさん、問いの27番でございます。選択肢こちらでございますので、考えていただけるとよろしいかと思います。ではですね、読んでみていただいて、特定のウニャウニャということですが、実は空所の次の文章を読んでいただくとですね、誕生した期日が uncertain、つまり不確実だということですから、空欄27番をピンポイント、的確に示すことができないんですね。これで皆さん選択肢絞れそうですね。選択肢1番はアクセント。そして2、3飛ばして4番偶然の一致。そういう話はないですから1、4×。そして2番アピアランス出現。で、皆さん5番も出現ですね。ですから両者意味が同じでございますので、もし2番が正解だとしたら、じゃあなぜ5番はダメなのか。そして5番が正解になってくると皆さん2番はじゃあなぜダメなのか。その説明がつかないですね。で、3番を選んでいただけますと、boundary。その境界になったところですね。それを的確に示すことができません。で、それが言い換えられて、誕生した、生まれた期日が不正確、不確実、確かに区別できないということですね。もし皆さん次の段落にこれですね、 distinction で、もちろん区別ということはどこかで線を引っ張ることですので、その線が境界線にもつながりますよね。境界線を引っ張るということは区別しているということでございます。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。さて、こちら空所28番でございます。選択肢ここから選んでいただけますか？そこで空所の左側にこれですね。The term computer。コンピュータという用語。言葉の話をしておりますので、選択肢見たところ一発ですね。もちろん3番が良さげですね。で、1番は態度。2番は装置。4番ネットワーク。5番科学技術。ですからやっぱり用語とか言葉の話をしているのは3番ということでございますね。ですから3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いて第2段落前半でございます。一読していただいてこちらでございます。問いの30番お願いします。で、皆さん下線部の単語はですね、おそらく初見の方多いんじゃないかなって感じがいたします。で、選択肢ですね、1番資産、2番習慣、3番数字、4番商品、で、5番技術ですね。で、さあどうしましょうということなんですが、こちらにコロンがついておりますので、その皆さん左側を読んでみると、インターネットなどなど、それの文化以外ですね、そういう生活様式というものは全く知らないと。ですから言い方を変えると、生活はこういうインターネットですね、そういう文化の中に囲まれて生活をしているということでございます。で、そういう生活様式とはもちろん2番ですよね。もちろんお金の話はしてませんし、数の話もないですね。生活様式ですから商品ではないですね。もちろん科学技術もそうです。ですからやっぱり2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、続いてこれでございます。問いの31番お願いします。これはもう単語の意味そのまんまでいけそうですね。 autonomous。 皆さん出だしのこのオートの部分ですね、自分でとかという意味でしたね。で、もちろん自動車のオート、自動車の自、自らということですね。ですから自分の力でというところで、皆さん選択肢眺めていただけますと、1番は老いた、2番はマチュアルが否定されてますので未熟な、で3番良さげですね、で4番原始的な、5番は主観的な。ですから自分の力、自らというところで3番ですよね。自立したということでよろしいかと思います。すみません、第2段落後半でございます。ここは一読だけで大丈夫です。すみません、第3段落でございます。一読をしていただいた後、これですね。問いの33番お願いします。皆さん、これ単語ご存知の方いらっしゃいますね。もしくは語源で攻めていただいてもよろしいかと思います。まず左側、プレが前。で、真ん中あたりにあるシード。
これが進むという意味なんですね。ですから前に進む、つまり昔の方、過去の方に進む、そこから皆さん先立つみたいな感じで押さえていただいてもよろしいかと思います。で、皆さん選択肢の1番はちょっと保留にさせていただいて、2番、フォローインが次のですね、ですからこれからという内容でございます。で、3番は結果と書いてますから、これは皆さん全く関係ないですね。4番、サブスクエント、これも次のということでよろしいかと思います。で、5番も続いていくということですね。ですから皆さん2番と4番と5番ですね、これはこれから続いていくという話でございますので、前に遡る話ではないですね。ですから皆さん、どうやら1番がよろしいようですね。で、皆さん、もちろん1番の内容分からなくてもですね、語源で考えたい人もいらっしゃると思います。で、もう一回お伝えしますが、真ん中の水路は進む、で、左側にあるアンチ、反対という意味ですね。ですから、これから未来に向かって進んでいくものと反対になるので、過去の方に遡る、前の方へ行くということですので、こちらと言い換え可能ですので、答えは1番ということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの34番でございます。検討お願いします。これはもうワイヤーと書いておりますので、線ですね。線でつながってる。じゃあどこにつながってますかと言われたら、下線部の右側に脳と書いておりますので、脳の方までつながってる様子ですね。で、それで皆さん選択肢考えていただけますと、1番は明らか、つながる話ではないですね。で、皆さん2番はコネクト、つながりをディスで否定してますね。で、3番はエクスターナル、これだと皆さん体の外へ行っちゃうイメージですね。あくまでも脳に向かって線がつながっている様子でございます。で、4番すっ飛ばして、5番、満足という感情の話はないですね。で、4番であれば、出だしの IM もしくは IN ですね、中、そこにプリントする、つまり刻み込むということですね。ですから印象などをこういう脳の中に刻み込む、ですから線が脳の中につながっている様子とバッチリでございますので、4番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん次の段落でございます。一読をしていただいた後、問いの35番お願いします。さあ、皆さん、スポーンドですが、この左側の SP ですね、これの語源の知識を持っている方もいらっしゃると思います。まあ、分かりやすいのは spread、 広がる、もしくは広がってから spouse、 配偶者で、その配偶者が何をしますかと言われたら、この後ろの目的語ですね。人間を点点点と。ですから、おそらく人間を生み出すんでしょうね。ですから、1番捨てる。2番は攻める。3番は発見する。で、4番はひっくり返す。ですから、配偶者が人間を生む、生み出すと考えていただけますと、5番の produced。こちらでよろしいかと思います。さあ、続いての段落でございます。こちら問いの36番お願いします。で、皆さん、フラッグ、これ皆さん旗ですよね。まあ、今回動詞になっておりますので、旗を振って注意を喚起する話ですね。ですから、1番であればブラブラ歩くではないですね。で、皆さん、2番は警告ですから、注意喚起につながりそうですね。で、3番は弱める。で、4番は不思議に思う。で、5番は悪化させる。ですから、旗を振って注意喚起するのは警告でよろしいですね。ですから2番が正解ということでよろしいかと思います。さあ、第6段落前半でございます。こちら問いの37番お願いします。さあ、皆さん、これもエコーでございますので、こだまですよね。つまり、ヤッホーと叫んだら、向こうからヤッホーと返ってくるやつですね。ですから、1番適用する、2番説明で、3、4飛ばして、5番振動する。これまず一瞬で削れるかと思います。で、あと皆さん、繰り返すのか反対になるのかということですが、皆さん、この対応は分かりやすいですよね。One とAnother。で、皆さん、One のところを読んでいただけると、このあたりですね。なりたい自分になるのは簡単ということですね。つまり、現実の自分とは違った自分になれるんですね。で、皆さん、Anotherの右側見ていただけますと、例えばこのあたりですね。よりよく見せるために写真を編集すると。ですから、これも自分がなりたい自分になるのは簡単という一例ですよね。ですから、同じことを言っておりますので、繰り返しを示す3番が正解ですね。さあ、皆さん、第6段落一番最後の部分でございます。ひとまず設問の指示の一読をお願いいたします。この下線部と言い換え可能なものですね、検討していただけるとよろしいかと思います。
デミさん、カセム読んでいただけるとですね、彼らは理解できないようであると書いてますね。で、何をと言われたら、オンライン上の行動、それが皆さん現実の社会ですね。においてみたら、ここになんかパーカッションが隠れてるんですね。あの打楽器のパーカッションです。まあ、音を出すものですから、音を叩いて響かせる。そこから周りに影響を及ぼすという話にもつながってくる可能性もありますね。で、そういうことを理解できないように見えると書いてますね。てみさん、オンライン上での行動と書いておりますので、選択肢1番のイメージ、像の話はないですね。てみさん、2番も疑問に思っている様子はないですね。で、3番はサイバースペースの中でやっていることでございますので、これはこのあたりと言い換え可能ですね。で、選択肢4番はフィール、感情の話はないですね。で、選択肢5番のメカニズム、仕組みの話は一切ないですね。ですから3番が良さげですね。この現実の世の中ですね。それがこの波線に言い換えられてますね。そして皆さん、先ほどのパーカッションの話は現実の世界での影響とか結果、そして皆さん理解できないという話ですね。それがこのあたりに言い換えられてますね。ですから間違いなく3番が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、最終段落でございます。一読をしていただいた後、こちら空所39番ですね、検討していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、デジタルな環境がどういう状況になっているのかということですが、皆さん、その具体的な話が例えば iPad の話だったりスクリーンの話に展開されてますよね。しかもそれが幼児の話にまで行っちゃってますからね。ですから一番保守的なとは言えませんね。保守的どころかイケイケですよね。そして皆さん、難しいとか簡単とかっていう話もないですし、3番時間厳守をしている様子もないですね。で、4番敏感、なんか感じてるんですかね。もちろん5番ですよね。デジタルな環境が幼児の生活様式、そういったところまで広がりを見せてるんですね。ですから正解は5番ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、基本姿勢を再確認させてくださいね。皆さん、これは他の動画でも再三お伝えはしてますが、結局我々がすることは言い換え可能な状況を作り出すことですよね。例えば最後の問題、空所の前後はこんな感じでした。デジタル環境がますます点々点になっていると。例えば設問箇所の前後をよく見てみると、例えばこんな感じでしたね。幼児の生活をスクリーンが支配していると。ですからデジタル環境とスクリーン、これが言い換え可能になりますよね。で、あと皆さん、支配しているということは、選択肢の中にあったワイルドスプレッド、広がっていることと言い換え可能。ですからワイルドスプレッドが正解でしたね。ですから長文を皆さん今後やるときは、まあ、皆さん意識してるかもしれませんが、まだ意識できてなかった方は言い換え可能なものを探し出そう、それを強く意識して頑張ってください。